おはようございます。速稼塾の久保です。今回ね、いくこさんから動画のメッセージをいただきました。動画のメッセージ、自閉症こうちゃん、言葉のコミュニケーションの難しさを痛感ということだったんですけども、いくこさんいつも可愛らしいですね。なんか女子大生みたいな感じでね、見るたんびに私はね、なんかこうときめいてしまうんですけども、まあそれはね、ちょっとの置いといてですね、いくこさんの美しさはまた次回にスペシャル組みますんでね、その時にまたいろいろ語っていただきたいと思いますけども、今回ですね、言葉の難しさって形なんですよ。今回その主語がなかったことによって、まあこうちゃんっていうね、息子さんにちょっと誤解を与えてしまったよってことで動画をね、上げていただきましたけども、私たちの暮らしの中に結構ね、この主語がなかったり目的語がないことによって起きる誤解って結構あるんですよね。私がいつどんな時にこういうことをするみたいな形で明確にお伝えする時って、文章で書く時ってよく現れるんですよ。文章で書く時っていつまでに誰がどういうふうにするとかね、どういう条件だったらそれをやめるみたいなのを書いとかないと正確に伝わらなくって、せっかく文章を送ったのにお問い合わせの連絡が来たりするんでね、もう本当によくよくこう読みながら書いていくわけなんです、私の方も。でもこうトークになってみると、前提条件としてこれは分かるだろうみたいな感じで、その慣用句っていうのもありますからね、抜けてしまう場合もあるんですよね。まあそんな形で私も日々伝える難しさっていうのね、いくこさんと同じように本当痛感するわけなんですけども、今回ね、そのこうちゃんとのやり取りに関して、いくこさんなりのこうなんて言いますかね、まあ、反省といいますか、動画がありますんで、ちょっとこう動画概要欄から見ていただきたいかなと思います。きっと皆さんのね、参考にもなると思います。プラスですね、この言葉っていうのは伝わりにくいっていうのを悪用する方がいるのも確かなんですよ。例えばですね、今ね、話題になってます国会の方ですとかね、まあいわゆるね、安倍さんとか官邸の話なんですよ。これはご飯論法っていうものがありますけども、そんな言葉が生まれるぐらい、まあ、安倍さんですとかね、それが菅官房長官の答弁っていうのは、どう質問を国民を記者をケムに巻くかっていうことに終始しているやり取りになってるんですよね。そこではあえて主語を抜いて分かりにくくしたりとかですね、多くの方の前提条件に立ってるだろうなってことを、いや違うんだよ、今回は特別な例なんだよってことを指したりとかね、こういうふうな言い方もするんですよ。一般論としてお答えしますがっていうふうな答え方って結構あるでしょ。これってのは結構卑怯な答え方ですね。一般論なんで自分たちには当たりませんっていう言い方をして、答えてるようで答えてないっていう形もあるんですよね。あとね、ちょっと前なんですけども、まあ、小川淳也さんっていうね、衆議院議員の方が質問されました。とってもいい質問でした。それはですね、桜を見る会の名簿があるでしょないでしょっていうふうな質問だったんですけども、小川淳也さんはこういうふうに聞いたんですよ。名簿はないにしても、その名簿を作る過程での記録ってのあるでしょと。その記録、メモ帳みたいなものをちょっと事務所にあると思うんで出してくださいっていうふうに問い合わせをしたらですね、安倍総理はこういうふうに答えたんですよ。事務所に問い合わせたら、名簿はありませんでした。まあ、ですんで分かりません。記録がないんで分かりませんっていう答え方をしたんですよね。これ何がね、すごく秀逸なのかというと、この小川淳也さんは、名簿はありますよね。どうですかって聞いたわけじゃなくて、名簿自体はシュレッダーにかけてないっていうのが分かってたんで、その名簿を作成する前の段階のその記録があるでしょって、どんな方を呼ぶのか、どんな方を呼ばないのかってことを選択する上で、最終的に呼ぶ人をまとめたのが名簿なんですよね。じゃあ名簿の前の段階って記録ってのは必ずあるはずなんですよね。皆さんもそういうのありますよね。一つの会を主催するときに下書きってあるじゃないですか。下書きを見ながらそれをまとめて1枚の名簿にするみたいな形なんですけど、こっちの下書きの方があるでしょっていうふうに小川淳也さんが聞いたら、安倍総理は名簿がありませんって答えたんですね。多くの方がそれで、あ、ここまで聞いてないんだったらないよねっていうふうになったんですけども、違うんです。小川淳也さんはこっちのね、名簿の前段階の下書きたるこっちの記録の方を出してくださいって言ってたんですよね。まあ、これをね、後で小川淳也さんも安倍総理に問い出したんですけども、それ以来答えがないというねことになってきます。安倍総理はね、記録はあるんですかって聞いても、名簿はありません、名簿はありませんって感じで完全にすれ違い答弁をすることで時間切れで、採決ということになったんですよね。まあまあちょっと話が長くなりましてすいませんけども、こんな形でですね、私たちは伝えようとするときになぜ伝わらないか、それはやっぱりね、主語がないっていうことも結構あるんじゃないかなと思いますし、そのなんですか、言葉の組み立て方って私たちね、小学校中学校と現代国語の時間で学んでたはずなんですけども、やっぱ未だにね、勘違いしちゃうこととかね、これはわかるだろうみたいな感じで、ちょっとこう誤解をさしちゃったりすることありますよね。
という形で今回の動画も非常に参考になりました。いくこさんありがとうございました。また送ってください。